今日は久しぶりに自分の部屋でやりたいと思いますね。もう何年ぶりでしょう。1年ぶりだと思いますね。そんくらいです。レイズの商品をまた買ってきたので、そちらを紹介したいと思います。それはこちらです。レイズチーズガーリックブレッドの紹介です。値段は2ドル68セントぐらいでしたね。先月わさびを紹介しましたよね。わさびジンジャー。それでガーリックブレッドを今度紹介するって言ったのでね、買ってきました。カロン・ウェブ・メディヘン、この人が作ったらしいです。この味を $1 million 100万ドル買ったらしいですね。これでこのコンテストで。 What she's doing with her million dollars, I'll spend it on my family, college, and braces for the kids, a tropical vacation, and a robot to cook and clean for us, then maybe some shoe shopping for me. Find us on facebook.com/ladies. それでは美味しそうなので開けましょう。チーズの匂いがすごいですね。あともちろんニンニクも匂いもします、はい、大きいサイズでもこんなに少ないです。こういう感じですね。パウダーみたいなのがちょっとかかってます。それではいただきます。これはうまい、マジでうまい。ニンニクとあとポテトチップスの味が一緒になって美味しいです。これは何個でもいけます。わさびジンジャーと同じ美味しさですね。これはチーズガーリックブレッドの味もそのままですね。もっと入れてほしいです。これはうまいし最高の味だからいっぱい入れなきゃダメですよ。これを作った人ものすごい頭いいですね。味も全て良かったし本当にね何も悪くなかったです。文句全然ありませんね。最初見た時から美味しいと思いました。これはまた買っていきたいと思いますね。 Lay's Cheesy Garlic Bread の紹介でした。次の動画をご期待ください。それではじゃあ、ね